四季島営業所山梨交通四季島営業所は山梨県海市に位置する山梨交通の営業所である。山梨交通が運営する同社最大規模の営業所である。なお、本校では同じ敷地内にある山梨交通交付営業所及び、山梨交通外営業所についても述べる。当営業所は1992年8月10日の 竜王営業所の移転に伴って新たに開設された。1994年12月23日には、久川営業所を1995年12月15日には、甲府観光営業所をそれぞれ統合した。その後、2002年10月に、貸切バス部門を山梨交通観光バスに移管した。甲府駅、バスターミナルを中心に、 甲府周辺を運行する路線を所管する営業所で車両整備工場が設けられている。以下の路線のうち、広川原発着路線などを除いてパスモなどの交通系 IC カードが2015年12月7日から使用できるが、イオンモールシャトルバスと高速バスでは定期券機能が使用できない。十七系統、快速広川原発甲府駅行き甲府駅からイオンモール、 甲府省はまで直行バスが運行されている。伊勢町営業所、梶川営業所と共感。中央高速バスをはじめとする山梨交通の高速バスは、敷島営業所管轄であり、共同運行している他社のバスも、富士急バスと一部の京王バスを除き、敷島営業所に改装、停泊している。敷島営業所発着の高速バスはない。上記直営路線以外にも、 自治体や各団体からの委託を受けて運行されている路線がある。なお、これらの路線ではパスモなどの交通系 IC カードが使用できる。海の市民バス、海の市のコミュニティバスである海の市民バスのうち山梨大学医学部付属病院線の運行を受託している。当路線は土曜、日曜と年末年始は運休。専用の車両で運行されている。 運賃は距離に関係なく一乗車200円。以前は、飼い主、コミュニティバスの名前で運行されていたが、別に運行されていた、市内巡回バスと統合され、現在の名称になった、清里ピクニックバス清里ピクニックバス。四季島営業所にて、山梨交通が、NPO 法人清里観光振興会から委託を受けて運行している、ファンタスティックバス。 清里バスセンターを起点に巡回している。1回乗車の運賃が設定されているほか、1日、周遊券や2日券が発売されている。12月から4月中旬までは運休する。運行日によって運用される車両の台数や運行ルートが異なる。清里ウィンターバス登記に運休する。清里ピクニックバスに代わって運行される周遊バス。2014年12月27日より運行。を。 開始した。清里ピクニックバスとは異なり、山梨交通の一般路線バスの車両が使用される。一回乗車の運賃が設定されているほか、1日、周遊券が発売されている。主に年末年始と1月から3月の土休日に運行する。当日の天候や路面状況によっては、雪ダイヤで運行される場合がある。臨時バス、季節快速バス。 海の市民バス蒸気路線は2008年3月31日に試験運行を終了した。蒸気路線は2015年4月1日からジャンボタクシーでの運行になるのに伴い、委託先が山梨貸し切り自動車に変更された。なお、その後の企業再編により、現在は同じ敷地内にある会営業所が運行している。 甲府商工会議所から受託し運行されていた無料巡回バス。専用のボンネット風車両、レトボンを使用しており、黄色と緑色の2タイプがあった。1997年より運行を開始し、土曜日、日曜日に限り運行されていた。2004年より、緑色の車両型地域の巡回バスの試験運行に用いられるため運用を売り出し、黄色のみの一大体制になっていたが、 2008年5月に2大体制に戻った。2012年9月以降は、北口ルート、南口ルートに分かれ、11時から18時の間を2路線、合わせて15分から45分の間隔で運行していた。利用者数は2002年に約4.5万人、年をピークに、2008年は約2.3万人、年にまで低下。その後も、 北口ルート新設等手こ入れを図るも利用低迷に歯止めがかからず、車両老朽化や利用客の安全面等も踏まえた結果、2017年3月26日をもって運行終了となった。カスガアベニュー桜座前館は自由乗降区間となっていた。敷島営業所内に貸切バス及び廃止代替バスの拠点である山梨交通交付営業所が併設されている。 前述のように、山梨交通の貸切バス部門は2002年10月に山梨交通観光バスに移管され、同社の交付営業所となった。その後、同社が2012年10月1日に山港、タウンコーチに九州合併され、さらに2018年10月1日に山梨交通に九州合併されて、現在に至る、以下の廃止代替バスに路線を運行している。 上記路線以外にも、中央市から委託を受けて、中央市、コミュニティバスと、ューバスの運行を行っている。四季島営業所内に、タクシー事業の拠点である山梨交通外営業所が、併設されている。元は2015年3月に開設された、山梨貸切り自動車本社営業所である。その後、同社が2017年10月1日に山港。 タウンコーチに吸収合併された際、山港タウンコーチ流を営業所となった。2018年10月1日に山梨交通に吸収合併後もそのまま営業を行っていたが、2019年4月に移転し外営業所として開設された。また、タクシー以外にも飼野市のコミュニティバスである飼野市民バスのうち、ジャンボタクシーを使用する路線の自宅運行も行っている。 運賃は距離に関係なく一乗車200円。四季島北部線の清川四季島中町路線を除き、運行日が祝日であっても運行する。年末年始は全路線が運休する。山梨交通標準の一般路線バス、高速バス車両については、山梨交通車両を参照。それ以外に、以下の車両が所属している。ありがとうございます。